薗浦健太郎です。安心できる国へ、挑戦できる社会へ、これからこれをテーマにして頑張ってまいります。安心できる国というのは、例えばコロナにおいてワクチンが必要な人がいつでも打てるように供給をきちっとやっていくこと、そして一刻も早く2回目の接種を希望者全員に終わらせること、さらには医療提供体制を充実させ、そして飲み薬を含めた薬の開発に全力を投じること、そしてコロナになってもかかったとしても回復できるという状況まで持っていく。こうした対策を進めていかなければならない。そしてもちろん安心の中には社会保障や、そして外交面で見た時の安全保障といった意味での安心にも取り組んでいかなければなりません。一方で挑戦は、コロナの後の社会を見据えて新しい社会経済の形、その中でどうやって日本が発展していくかということを中長期的に考えなければなりません。短期で見ればワクチンを2回打って終えられた方、さらには PCR で48時間以内の陰性証明を持たれた方、こういう方々は自由に、例えばそのグループであれば4人までという制限がつけるかもしれないけれども、飲食していいですよとか、一定の条件下で県境を越えて旅行いいですよといったような専門家の意見も聞きながら、少しずつ社会を開けていく、経済元に戻していく、この挑戦を今の日本はしていかなければならない。そういう意味で挑戦できる社会へという言葉を選びました。ぜひともこれからこの2つのキーワードを目指して全力で頑張ってまいります。ありがとうございました。